藤井五冠は鹿児島県指宿市で行われた竜王戦第6局で広瀬章人八段に勝利し、竜王のタイトルを防衛しました。4日の会見で千思万考と書いた色紙を披露しました。そして千思万考というのは、いろいろその考えを巡らすことということで、なんとかそういったことを、その割と長い持ち時間の対局においては、なんとか意識していきたい。年明けから羽生善治九段を挑戦者に迎え、王将のタイトル防衛に臨みます。タイトル戦という大舞台で、対戦できるということは非常に楽しみにしています。藤井五冠は状態を整えて臨みたいと意気込んでいました。